久保さん、いい人、日本代表じゃないですか <laughs>。いやー、やっぱ久保さんは1個2個上手ですね <laughs>。まあ僕がドリ、僕のドリームアカデミアの日本一はどこが日本一かっていうと、情報ビジネス、情報商材ですね。多分この情報商材っていう本を出している人、まあ何人かいます。情報商材っていう、 本を出してる人。だけど、未だに発信して、未だにセールスして、未だに情報商材作り続けて、えー、なんだ、未だにサポートしてる人は僕一人です。はい。アマゾンで検索したら、情報商材系の本を出してる人、まあ、います。こういうね、やり方。うん。だけど、現役でやってるのは僕だけです。だから、日本一です。まあ、久保さんにはないですよね。リアルの本を出したことはない。僕が出したことがある。 そ,そ,そんな感じです <laughs>。とりあえず、情報商材に関しては、日本一です。これ言い切ります。まあ、だってやってる人いないんだもん <laughs>。本を出しといて、本を出しといて、いまだに情報商材を売り続けてる人、僕、毎月売ってるので、毎月売ってるんですよ。この4年間、毎月売り続けてるので、まあ、いないですね。4年間、毎月商品リリースするっていうね。 うん、そのう現場レベルで自分でもやって、なおかつサポートもしてっていうのは、まあ、僕だけですね。で、あとコンテンツ、学びのコンテンツ量が日本一です。これはもう負けないですね。はい。だから、その教えることは無限にある,あるんで。だからどん、どんなことでもいけますね。情報商材に関しては。うん。だから、久保さんの,その仮想通貨だったりとか、FX とかは僕はないですね。うん。だからそこはもう、 すいません。ないですと、まあ。FX の講義あるっちゃありますけどね。だから僕やってないので。うん。まあ僕はまあこの本出したときに、あのー、決めた部分があって、なんだろうな。あのー、もうこれがもう名刺に僕もリアルの本でも現物としてあるわけじゃないですか。架空のものじゃなくても一応現物としてあるので、まあこれ出したときにもう俺の名刺になったなっていう。だからまあ、これ、 しかないなっていうのは結構もうあれですね。まあ政権から見たらね、情報商材ってうさんくさいと思えだろうし、まあそれでもまあ名刺出しちゃったんで、まあこれで行くしかないなっていう感じですよね。うん。ただな、情報ビジネスに関しては、まあ今日のね、夜動画公開しますけど、熟成さんを4人ぐらい紹介して、 えー、まあネットで稼ぐ系だったりとかスピリチュアル系だったりとかダイエット系だったりとか投資系まあいろいろなジャンルで、まあ、情報ビジネスっていうのはいくらでもマネタイズできるのであのその熟成の紹介を含めて稼げる人の共通点みたいな動画をね、まあ、今日の9時に僕のチャンネルで公開しますけどうんそう,あそうそうで久保さんが今回のテーマなんですけど その僕はね、野村監督をリスペクトしてるんですけど、これ野村ね、野村さん、もうちょっとお亡くなりになりましたけど、そう、飲む、あとぼ、ぼやきを始めたのもう野村さんなんですよね。もうぼやきっていうコンテンツがあるんですけど、野村さんが本をぼやきみたいなね、野村のぼやきみたいなの出してて、ぼやきを有料で売れるのかすげえなと思って、<laughs> ぼやきを有料で売れる男はまあまあいねえぞと思って、パクったんですけど、これ野村さんって、 あれじゃないですか長嶋茂雄さんと野村さんってどっちの方が現役時代活躍したのかっていうとまあ完全に多分あれじゃないですか長嶋茂雄さんの方が現役時代活躍されたんじゃないですか有名スタ,ースターですよねだけど監督の実績で言うならば僕野村さんの方がすごいと思うんですよね弱小チームを、ね、優勝させるとか、まあ、いろんな伝説作ってきたと思うんですけど、まあ、何が言いたいのかっていうと その多くの人って、うん、結果が出てる人、稼いでる人、まあ、あの、なんだ、去年か、もう去年ですかね、あの竹鼻事件がありましたけど、<laughs> 俺めっちゃ稼いでるぜ、みたいな、豪邸あります、みたいな、まさかのエア B みたいなね、まさかのそこエア B かよ、みたいな、<laughs> でもそういう肩書きとか、すごいぞと、経営すごいぞと、うん、とか、まあ、そういうところに、 引き寄せられる部分は、まあ、間違いなくありますだけど、結局、うん、教わるっていうことは、うん、僕は思うんですけど、野村監督だと思うんですね。うん、なんだろうな。その人に実績がなかったとしても、その人が借金あろうが何しようが、まあ、久保さんの言う通り、じゃあその人に借金があっても、あなたは借金、あの、なるんですかみたいな。借金する方法を教わるんですかって話じゃないですか。かあとはなんだ えっと、箱根駅伝を4連覇させた青山学院の監督ですかね本出してますけどサラリーマンだったっていうね普通のサラリーマンがなぜ青山学院を4連覇させることができたのかっていううんだからなんか教わる先生っていうのは別に実績があろうがなかろうがうんいいんじゃないかなと思いますねうん結局その その受講生が結果が出てればいいわけじゃないですか。僕に結果が出てなくても受講生が結果出て人生変わればそれでよくないですかで。そこを求めてるわけじゃないですかうん。ただ分かりやすいのは、分かりやすいのはでしょ僕にもすごいエビデンスがある。た再生数がね、あのー、1本当たり100万回回ったりとか、チャンネル登録者数も何百万人いると。 誰が見ても、あ、この人、本当にみんなから支持されてるんだな、すごいんだな、結果出てるんだな、っていうところを見てるわけじゃないですか。で、僕なんかは、旗から見たら、まあ、久保さんもそうなんですけど、あの、1本あたりの再生数なんかね、まあ、ビビったるもんじゃないですか。まあ、キーワードによっては、まあ、回ってるやつもありますけど、まあまあまあ、常時回してるの少ないですよね。だから、旗から見たら、何や、何や、こいつらみたいな話ですよね。うーん。 だけど、まあ、久保さんも僕もそうですけど、あなんだ、少なくても一般の人よりね、少なくても一般に普通に働いてる人よりかは、あの人生を、えー、変えてきてると思います、たくさん。いろんな人の人生。まあ、少なくても久保さんも僕、久保さんの人生を変えるきっかけですよ。きっかけは作ってると思いますし。うん だからまあ、それをどこを見るかですね。どこを切り取ってどこを見るかだと思います。うん。だから僕はいつも言うのがあなたはラッキーですよっていう。この、なんか、僕が、僕がイメージしてるのは、あの、ドラゴンボールの亀仙人なんですよ。亀仙人ハウスを僕はイメージしていて、亀仙人ハウスってもう孤島なんですよね。わかりますめちゃくちゃ孤島なんですよ。誰もわかんないみたいな。だけど、ある何かを聞きつけた、 クリリンとかねクリリンとか悟空がね、こう泳いでいくわけですよ。ね、もうであ、亀仙人から教わるわけですよで。亀仙人はね、あのね、変態なんですよ <laughs>。変態で、ただのエロじじいなんですよね。エロじじいだけど、クリリンとご飯、悟空をね、強くさせるんですよ。どうすかまあじゃあ、ドラゴンボール見たことないと分かんないですけど、亀仙人ってただのエロじじいなんですよね <laughs>。だけど、 <laughs> あのね、悟空とご飯をね、あの強くさせるんですよ。あ、悟空を。で、展開児武道会にね、変装して出てね、本当は強えみたいな。めちゃくちゃ強いんですよね。まあ今、まあ、成長した後はちょっとまあもう全然歯が立たないですけど、そのちっちゃい頃ですよ。ちっちゃい頃、あの展開児武道会ですよね。実は本当に強えみたいな。で、なんかステージによってね、なんかそれを出してあげるというか、 あのなんかライバルになってあげるってことですよね。そう。な僕は亀仙人ですね。イメージしてるのは。亀仙人です。だから亀仙人を知れたっていうね。隠居の久保哲郎を知れた。僕のそのビビたる再生数に行き着いたっていうのは、それはラッキーと思うのか、ラッキーじゃないと思うのかは、あなた次第ですよ。って話ですね。うん。そう。だって、まあ、 なんだろうな。うん、この、まあか、もののこれは味方なんですけど、僕はこの4年間ですよ。この4年間、借金2000万あって、この再生数で、その借金2000万返済して、でなおかつ、まあ、親にも BMW300 万ぐらいの、この前、プレゼントしましたけど、それをもう、成し遂げてます。この再生数で。うん。で、それは、実績ですね。 うん、逆にその数持っててもできないんであるならばそれがね数持っててもできないんだったら数持ってなくてもできる人間がいるよって話ですねうんな感じかなまあそれにしてもやっぱ久保さんはねやっぱ一歩二歩やっぱ上ですね <laughs> ただね僕はいつも思ってるんですけど久保さんより僕は10年若いっていう武器があるんで 久保,さん久保さんより10年若いという武器があるのでこれはね少なくても多分久保さんが結構きつくなったらまあ多分もうドリームアカデミアにバトンタッチっていうのがねこれはまあまあ来るんじゃないかなとね <laughs> まあでもな僕の方が早く死にそうかな分かんないですけど <laughs> まあでも普通に健康体で生きてたら久保さんの方が10年やっぱ先に死ぬわけじゃないですかということは10年勝てるんで僕は。 うん、<laughs> じゃあ平均寿命でまあ80まで生きるとするじゃないですか。だけど僕は10年分久保さんより生きれるんで。<laughs> だからね久保さんにも勝てますね。ただこれは分かんないですね。<laughs> 僕が早死にするかも分かんないし。事故に遭うか分かんないですけど。<laughs> まあ、とりあえずまああのー、久保さんの速化塾に関しても僕のドリマアカデミアに関しても。 あの、他のね、まあ、僕、僕たち以外にもいろんな、その、発信して、いろんなものを売ってる人、まあ、全然いるじゃないですか。だから、誰を選んでも別に自由だと思いますし、うー、ん、あなたが決めるってことですよね。決めなくてもいいし、決めないという人生なのか、決めるという人生なのか、どっちでもいいと思います。それはあなたの人生ですから。ただし、決め、僕を選ぶんだったら、僕を選ぶんだったら、僕ができることは、まあ、 いっっるよって話ですね、うん、提供できるものはもう無限度宇宙です。情報ビジネスに関しては。うん、だってセールス、まあこれもね、あれなんですけど、あのまあ、久保さんのね、あのちょっとなんだあの言ってるところを、ね、指していくならば、セールスしてないっていうセールスの仕方なんですよ。だけど あの一般の人はちゃんとセールスしていかないといけないんですよ、最初は。久保さんはもう行き切ってるんで、昔は毎日セールスしてましたからね、プロモーションもやったし、プロダクトロンジもやってるし、ね、セミナーもやったし、ガンガン昔はセールスしてたんですよ。でも今はもう行き切ってるんで、セールスしなくてもセールスできるんですよね。でも最初の段階っていうのは、セールスしないといけないんですよ。商品持って、この商品いいよって確実にこうどう売っていくのかっていうのをやっていかないといけないので、でも久保さんはそれをもう引退してるんで。 僕の場合は今現行でもう常に売ってますから。で、来週も24時間限定でちゃんとがっつりセールスしますし、だからもうセールスしまくってるんだよ、毎月。<laughs> だそこはねつ、僕の強みかなっていう。だって最初の段階はセールスしないとダメですから、やっぱり。うん、久保さんはやっぱね、隠居ですから、うーん、すごいですよ。久保さんのやり方はね、真似したいですけど、僕はね、まだ真似できないですね。 生き切ってる <laughs>。生き切ってますよ。あと価格帯もね、これはね、ビジネスセンスが久保さんあるんですけど、この3万っていう手ごろ価格ですよね <laughs>。勝てないっすね。<laughs> まずは頭金。まずあ、まず頭入れ、頭入れようぜ、みたいな。そっか職に頭入れてみたらどうやねんっていう、この頭金3万制度はね、マジビジネスセンスの塊だなと思いますね。すごいなと思います。 だ僕も久保さんみたいに隠居みたいになったらもう久保さんパクりますけどね。で久保さんのパクったらもう勝てんじゃないかなと思いますかね、数に関しては。久保さん今1000人以上でしょ僕はドリームアカデミアが多分300か400人ぐらいなんで。300人ぐらいかあ、すみません。200人ぐらいか今。ちょっと見ていいですか今ドリームアカデミア本コース何人だ全然久保さんの,あの熟成の人数より少ないですもん、僕。 まあ、価格も高くしてるんですけどね。な、なんで価格高くしてるかっていうと、やっぱ一人でのサポート対応が、やっぱ僕一人でやってるので、限界値あるじゃないですか。うん。で、やっぱ、その、ふるいをかけるとこですね。値段を高くして、ふるいをかけるっていうとこもあるので、まあ僕も今までいっぱい失敗ありますもん。うん。変な人、変な人って言ったら、ごへ、あの、ね、悪いですけど、うん、勘違いしてね、入ってくる人。だから120万とかにしたらね、 まあさすがに勘違いはしないじゃないですか、うん。だからそれをふるいにかけてるっていうのもありますからね。値段高くするのも。ただ僕もビジネスマンで売り上げを作っていかないといけないので、まあアドバンスコースっていうね、そのまあ一応まあそのクソ安くはないですけど、あのー、入れる価格帯で、まあ今回、来週かご案内しますけど、まあ何人だ今236名ですね。今236名です、本コースは。 な久保さんが1000名以上でしょだから5分の1ぐらいじゃないですか今、僕は。うん。だからまあ数で負けてますね。まあ、僕は数多くしたくないんで価格を上げてますけど <laughs>。でももう120万でも僕は売る自信があるので、逆に安いだろうみたいな。安いだろうって思ってますからね。まあ、一般的には高いのは知ってるんですよ。一般的に高いのは知ってるんだけど、でも僕からすると安いと。僕が15年以上、 やってきた時間15年以上やってきた時間とあのあ使ってきた金、うん、120万じゃ安すぎるぞと思うぐらいですから僕からするとであとはやっぱ大学とか高校とかまあそういうところにね何かを勉強する上でお金払いず払ってるわけじゃないですか、まあ、それは親が払ってきたと思いますけどもなんかその普通の授業ねあの一般的な 授業、教育を受けるために1000万、2000万払ってるわけですよ。で、その1000万、2000万をあの払ってもらってる、もしくは自分で払った人もいるかもしれないです、ね。高校、大学、自分でなんかね、国から金借りてやった人もいるでしょうけれども、じゃあ、それだけのお金、教育費を投入して、勉強してきて、今の人生どうなんですかと、自己実現できてますかと、まあ、大抵はできてないんで。 でそこで学び直しする上で、あのそれぐらいのお金をね、払うっていうのは、僕は別に普通だと思います。で、それが高いっていうんだったら、じゃあ、その、自己実現全くできてないのになんでそこに2000万ぐらい落としたんですかみたいな。いや、それは親が払ってるからですっていうね。まあ、そうなんですけど <laughs>、うん。なんか、自分の人生変えたいんだったら、なんだろうな。うん、自分でそこは決断してね。 やってほしいっすよね。うん。そう。もうね、誰も助けてくれないんですよ。自分の身は自分で守らないといけないし、会社があなたを守ってくれますか終身雇用は終わってるわけじゃないですか。会社はあなたを守ってくれますか退職金2000万くれますか ?2000 万問題があるから2000万出すよっていう退職金2000万も出ますか終身雇用してくれますか絶対ですかない、絶対なんかないので、自分で、 守っていかないといけないですよね。うん、そこに腹くくって、しっかりお金を、あの、投資れる、うん、ないと僕は難しいと思います。だからお金と、お金払いたくないんだったら別にこの億万長者合宿は無限に続きますんで、まあそれで学べばいいだろうし、無料でね、無料でずっと見続けられるわけじゃないですか。うん。だからお金払いたくないんだったら、0円でも学べる環境は、 あお話は多分してると思うんで、ゼロ円でね。しかもずーっとです。多分久保さんもね、おあのー、今やめることないと思うんで、僕も絶対やめないですし、もうこれはね、かあの絆というか、負けず嫌い絆ですね。もう絶対久保哲郎に負けたくないので。<laughs> うん、まあ、久保さんから見たらね、若いやつがこんなって話ですけど、僕からすると、おっさんに負けたくねえぞみたいな。まあ、僕もおっさんになりましたけどね、もうちょっとで40ですけど、まあ、10個上のね、うん、負けてらんないですよ。まだ、一応まだ30代ですし、まあ、今年39、来年40になりますけど、まだまだできますから。うん、逆にまだ、これ、だいぶ脂乗ってきたんじゃないですかね、僕ね。<laughs> はい。まあ、いろいろ申し上げましたけど、 うーんなんだ、ドリームアカデミア入ってもいいし、即興塾入ってもいいし、入らなくてもいいし、まあ、結論、0円でも学べます。それを提供してます。続けます。ね、あなたが見なくなっても、僕たちは続いているっていう事実をあのやり続けますね。今日も、今日もね。あなたがたとえ見なくなったとしても、あなたがたとえ諦め,ようと諦めたとしても、僕たちは続いていると。<laughs> そして気がついたら億万長者に僕たちがなっていると。 いうことなんですけど <laughs>、はい。絶対、やめないですね。うん。なんかそこはね、もう本当、揺るぎないですね。絶対ぶれないですね。だからそれも日本一じゃないですか、久保さん,、うん。だって久保さんもね、まあ見てきてると思いますし、僕も見てきましたけど、まあ消えてきましたよ、みんな。まあ消えてく。<laughs> 商品売ってた人たち、もうみんな消えてきますからね <laughs>。僕は消えないです。消えるときは死んだときですから、それはすいませんって話ですけど、死んだんで。生きてる限りはやりますよ、本当に。だそれも腹くくってるんで、僕は。そこら辺の人とは違います。やりますよ。誰に何と言おうと、言われようと、指さされようが、情報商材や、何やってんだと、詐欺師と、言われようが、 言ってるやつらよりやります。指さしてきたやつらの100倍やったりますよ。<laughs> なぜならば、僕は自分の人生を変え続けたいし、えー、自由であり続けたいからです。だからやります。だって結局僕もやってますけど、あなたもやってるんですよ。会社で働いてるじゃないですか。40年会社で働くわけじゃないですか。やってますよね。ただやる、やることが違うだけであって。<laughs> まあ女性の方はまあ専業主婦みたいなのも一応あるっちゃあるのでまあちょっとあれですけどまあお男として生まれたらまあ一生働くみたいなもんじゃないですか。狩りしていかないといけないわけですよ男だったらね。男は狩りしてこないといけないわけです。<laughs> 家族いられる方は家族養うために稼いでいかないといけないわけじゃないですか。<laughs> あなたもやってるんです。ただ僕もやってます。まあやることが違うだけであって。うん。ただし今やっていること。 今やっていることに対して疑問を持っている、もしくは今やっていることに不安を抱えている、え将来、えー、もう不安。であるならば、<laughs> なんか違うことやったほうがいいんじゃないかなと思います、うん。はい。まあ、いろいろ申し上げましたけど、タイトルは後で考えます。いってらっしゃい。